どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。バージョン 2.6 も後半戦が始まりましたが、今回は復刻枠に登場した読みについて現環境視点の解説をしていきたいと思います。強力なアタッカーとして登場はしましたが、ホタルや飛翔の登場によって強化がちょっとずつ変わってきたキャラでもあります。もちろん性能が高いキャラではありますが、環境の影響って結構大きいですからね。今の使用感を重視して話をしていきたいと思います。ということで今回は復刻した読みについて、環境での強み、異物や抗塩水のおすすめ、他アタッカーとの比較などをまとめていきたいと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず読みの現環境の評価をしていきたいと思います。まず一つ目ですが、必殺技で効果力が出しやすく殲滅力が高いキャラとなっています。読みに関しては弱点無視に全体性ダウン、さらに余ダメアップなど必殺技の発動に合わせていろんなバフデバフを得られるため、相変わらず強力な攻撃ができるキャラとなっています。編成の味方も防御デバフ系を組ませることが多くなりますので、さらに必殺技の殲滅力を上げれるため火力を出しやすい環境というところがありますね。このあたりに関してはキャラクターが揃っているほど扱いやすいというのがあります。続いて2つ目ですが、ちょっとマイナス面の話です。行動順や速度に関する手持ちぶたさがあるというところですね。読みに関しては編成に花火を入れて行動順の緩和を狙ったりと工夫することは可能となっています。ですが最近の敵の行動順が結構早いこともあり、手数の少なさを感じることが増えていっています。うまく自分のターンを回さないと一方的に攻撃を受けることになるので、そのバランスが非常に難しいなと思いますね。花火で無理やり行動順を上げたりして対策をしていますが、まだまだ手持ち無沙汰を感じるところはあるかなというところです。続いて3つ目です。こちらもちょっとマイナス面の話となります。相変わらず強いのが強いんですが、高難度の適性が下がってきているというところです。高難度に関しては未だにクリア自体は可能ではあります。ですが以前よりも少し適性が下がっているように感じますね。実際プレイしてても時間がかかるようになっています。というのも敵の速度や耐久面の向上で予備の火力との手数のバランスが崩れているというのが大きな原因かと思います。敵の方が圧倒的に手数が多いんですよね。なので育成がしっかりしててもさばききれないということが増えたことが原因なのかなと思います。こちらの行動順がまだまだ追いつけないというのを感じますね。それでは予備の現環境の評価をまとめていきたいと思います。相変わらず高火力が出せるアタッカーのため、火力でのご利用しで扱えるキャラとはなっています。ただし弓本人で火力を出すことが求められるため、編成や育成はかなり頑張りたいキャラではありますね。これを頑張ってやったとしてもなかなか行動順緩和のところで引っかかるところはありますが、今の環境としてはちょっと扱いづらいのかなというところがあります。ただ強いは強いキャラですね。それでは弓の深掘りもしていきたいと思います。まずは強みと決定についてです。まず強み一つ目ですが、属性無視で弱点が削れるということです。これに関してはホタルや飛翔と違って予備の弱点無視の人生値は倍率が下がることがないという特徴があるためです。ホタルや飛翔の場合は弱点属性がないと半分になりますからね。そのため予備の場合はどの弱点でも平等に削ることが可能となっています。これが対応力の高さにつながってくるというところですね。これは相変わらず強いなと思います。続いて強み2つ目です。自己バフが豊富で強力というところですね。読みに関しては必殺技であずさかを消費するとダメ倍率アップや全体攻撃の追加、余ダメアップなど自己バフが発動し、読みの性能をより伸ばしてくれるようになっています。これにより効果力を出しやすいということがありますので、必殺技さえ発動すれば効果力は出るというところになります。その他にも追加能力のバフなどもありますので、さらに火力を伸ばす要素っていうのは多いですね。他のキャラよりもこの点に関してはかなり多い方なのかなと思います。では弱みの方についても話をしていきたいと思います。こちらは一つだけですね。弱みとしては必殺技の回転率が悪いということです。これに関しては他のキャラを使っていると感じてきた部分かなっていうところです。弓の必殺技に関してはデバフの付与で残務を獲得するようになっています。味方と敵の行動順にかなり影響を受ける部分となってるんですよね。なので正気を入れることによって多少緩和がされるようなところは出てきたんですが、衣装などと比べると少し物足りなさを感じるようになってきてます。衣装に関しては味方と連携をしてどんどん蓄積をするってことは可能なんですが、予備の場合はどうしても自身と味方に依存するところがありますので、残務の獲得の条件としてかなり回転率が気になるところなんですよね。
しかも敵の行動順もそれなりに早かったりしますので、結構回転率の影響を受けるかなと思います。では強みと欠点についてまとめていきたいと思います。読みの火力面に関しては本当にまだまだ強く十分活躍ができるレベルかなと思います。これは本当高いなと思いますね。ただし必殺技の回転率が間に合っていないっていうのがちょっとずつ見えてきていますので、この点が今後の課題になってくるかなと思います。なるべく最適編成を揃えて使ってはいますが、必殺技の回転率がちょっと足りないなっていうのはやっぱ感じますね。このあたりは追加攻撃系のデバフがつけれるキャラが来るといいのかなと思います。続いてトツについて話していきたいと思います。トツに関しては必殺技であったりとかバフに関するものが多くなっています。その中でも2凸が結構強いですね。まず効果としては大きく2つあって、奇跡の奈落の効果の最大値に達するために必要な虚無の運命キャラを1人マイナスにするってとこです。なので実質1人で 160% の余ダメアップができるってとこですね。さらに自身のターンが回ってきた時、残務を一層獲得するようになります。これが非常に強いのかなと思いますね。しかもあずさかが多い敵にもあずさかを一層付与するようになっていますので、より必殺技の火力を出しやすいっていうのができます。二突するだけで豊富な性能アップが見込めるので、このあたり結構いいんですよね。特に残務獲得が大きいのかなと思います。なので突をするのであれば、読みに関しては二突を目指すのがいいかと思います。追加能力の虚無キャラ枠が一つ緩和される上に、1ターンが来るだけで残務を獲得できるようになるためです。高円錐と合わせれば3溜まるようになりますね。これは本当大きいかなと思います。花火を入れて行動順を回すだけで簡単に必殺技を回せるようになりますので、二突が非常におすすめというところです。通常攻撃するだけでも時短で2溜まるようになりますからね。残務獲得の効率としてはめちゃくちゃ強いところかなと思います。それでは装備面の話についてもしていきたいと思います。まずは高円錐についてです。高円錐はモチーフですね。これはできれば持っておきたいというところです。モチーフの効果としては会心ダメが標準で 36% アップするようになってます。さらに敵に攻撃を命中すると専用のデバフを付与します。この効果によって余ダメ、必殺技余ダメがアップするようになっています。こちらの高円錐に関してですが、攻撃により残務獲得の機会が増えるため、単純に戦闘効率が上がります。その他にも火力をアップする要素が豊富なので、予備のダメージを伸ばしてくれるっていうところですね。個人的にはなるべく欲しい高円錐かなっていうところです。続いて2つ目です。降りやまぬ雨ですね。こちらは銀狼のモチーフとなります。効果としてはデバフが3つ以上ある敵に対して回心率がプラス 12%、 ランダムな敵に火ダメアップ付与をするっていうところです。こちらをおすすめする理由としては、残務獲得を意識するならこちらの高円錐も選択としてはありっていうところです。ランダムではありますが、火ダメアップ付与できるのはでかいですね。ただ回心率がアップする効果もありますので、予備のステータス確保としても非常にありがたいものというところです。高円錐として星5限定2つを紹介しましたが、星4についても紹介したいと思います。おすすめとしてはおやすみなさいと寝顔ですね。効果としては敵にデバフが1つにつき余ダメ 12% アップというところです。最大で3層累積できるのが強いですね。これに関しては持続ダメージも反映されます。なので虚無編成にしていれば味方がデバフを付与してくれるようになっていますので、火力を出すには相性がいいものとなっています。ただし他の高円錐のように残務獲得ができないっていうのがありますので、効率は落ちます。その分編成でカバーする必要があるっていうところですね。バランスが大事になってくるかなっていうところです。それでは高円錐のまとめに行きたいと思います。まずは残務獲得が優先となりますので、デバフ付与する高円錐を選ぶようにするといいです。なければ火力を伸ばすことを意識するのが大事ですね。なるべくモチーフを持っておくと戦闘効率は上がりますので、欲しいところっていうところです。個人的にはぜひ引いてほしい高円錐ですね。続いては異物ステータスについてです。異物とオーナメントに関してはあまり変わらずっていうところですね。まず異物からです。おすすめは止水ですね。効果としてはデバフを持っている敵に対して余ダメがアップしたり回心率がアップするっていうところです。こちらのおすすめな理由としては、デバフを常に付与したり自身で付与することが多いため、読みはこの異物がおすすめっていうところになります。回心率と回心ダメがアップするのも相性がいいポイントですね。なのでこれ一択というところです。続いてオーナメントに関してですが、出雲ですね。効果としては攻撃力アップと、戦闘に入るとき同じ運命のキャラがいると回心率がアップするというものです。予備に関しては虚無キャラと組ませることが多いため、セット条件を満たしやすいというのがあります。
対人率を上げてダメージの安定感がアップしやすくなりますので、こちらを装備するのがいいかと思います。2つとも弓専用みたいなところがありますので、こちらを選ぶようにしてください。ではメインステータスに関してです。銅に関しては会心系ですね。できれば会心率を優先してください。普通に関しては攻撃です。弾に関しては攻撃、縄も攻撃となっています。攻撃力が十分漏れるようであれば靴を速度にするのも一つありかなというところです。個人的には全部攻撃でも問題はないかなと思います。続いてサブステータスです。優先度としては会心率、会心ダメ、速度、攻撃というのがあります。なるべく会心率を上げれるようにしておいてください。ではエンドコンテンツクリアのために必要だったステータスについても紹介したいと思います。 HP に関しては3000ぐらいあるといいですね。少しでも高く漏れる方がいいかなと思います。攻撃力に関しては3200以上、会心率は 80% 以上、会心ダメは 160% 以上となります。会心率と攻撃力を中心に目標数を目指すのがおすすめというところです。ここから会心ダメを上げていくとダメージが出しやすいなというところでした。特に会心率に関しては異物の効果であったり編成によって過剰になることがありますので、その点だけは注意してください。 80% としていますが、状況によっては 80% を切るということもあります。それでは編成についてもまとめていきたいと思います。今回紹介する編成は3つですね。まず1つ目、行動順安定と二突用編成というところでは、弓、昇級、花火、不減となります。弓を二突しているなら組みたい編成というところですね。ですが無突でも個人的には使いたい編成というところです。理由に関しては弓がどうしても速度が遅いっていうのがありますので、弓を花火で引き上げて必殺技の回転率を上げるようにしています。また弓の装備に関して靴を速度ではなく攻撃にしていましたが、花火で引き上げれるっていうのがありますので、そことのバランスを見てっていうところになります。あとは昇級1人で防御デバフと残務獲得がそれなりに狙えるっていうのも大きいですね。昇級が仕事をしてくれますので、そういったところでこの編成は相性がいいかなと思います。また復元を入れた場合ですが、会心率がアップしますので、ステータス緩和っていうところでも役に立ちます。 HP アップで耐久面がアップするのも嬉しいですね。続いて2つ目、無突向けの火力最大化編成となります。メンバーは弓、昇級、ペラ、不減となります。2人の防御デバフにより火力を最大化できるってとこですね。場合によっては1つ目よりも火力が出せます。またペラに関しては応援数を変えることによって通常攻撃を駆使しながら SP 節約とデバフ付与ができるようになります。意外とこの点が優秀なんですよね。そして不減の枠に関してなんですが、耐久面としては個人的に不減がおすすめというとこです。会心率とかステータスバフはもちろんなんですが、ある程度速度が遅く攻撃を受けることが多くなりますので、耐久枠としては不減の方が安定しやすかったですね。アベンチリンも候補としてはありなんですが、シールドをうまく付与しないといけなくなりますので、バランスが難しいっていうのがありました。ただデバフを最大化するのであれば、不減の代わりにアベンチリンを入れるのはありかなと思います。編成としてはおすすめはこちらですが、不減枠をアベンチリンにするのもおすすめっていうところですね。では最後3つ目です。ヘムアタッカー編成ですね。メンバーはユミ、カフカ、ブラックスワン、ギャラガーとなります。デバフと攻撃特化にしたキョム編成というところですね。ただこちらに関しては攻撃的な編成となりますので、酩酊付与からの攻撃で耐久面を維持する必要があります。結構ギャラガーの必殺技が大事になるというところですね。また SP に関してはかなりきつくなりますので、手動での操作がおすすめというところです。火力でゴリ押しができるなら使える編成というところです。弓の編成に関してですが、デバフ付与が優先されるため昇級を入れた編成が安定しやすくなっています。不減枠をアベンチリンにしたりすれば、よりデバフ特化にすることも可能ですね。このあたりはバランスというところです。ただし敵の手数が多すぎると耐久が間に合わないこともありますので、個人的には不減がおすすめというところになります。また不減を弓の編成で使えるようにしていれば、飛翔の編成でアベンチリンを使うことは可能ですので、そういった住み分けとしてもいいのかなと思います。それではエンドコンテンツについて現在どれくらい活躍できるのかを話していきたいと思います。まず裏庭に関してですね、こちらに関してはクリアは可能ではあるがっていうところです。ダメージは出るんですが、テンポが結構悪いなっていうふうに最近思いますね。これに関しては人生値が高い敵が増えたことと、火力を発揮するまでの時間がかかりすぎるということが要因です。敵の攻撃を受けすぎても弓自体がやられることが多くなりますので、なかなかバランスが難しいなと思います。
今回12の前半を試してみたりとかしたんですが、ラウンド数としては5ラウンドかかりますね。結構時間がかかるなと思います。後半に関しては属性の相性も悪いので10ラウンド近くかかるってこともありましたね。なので個人的には裏庭の評価は結構低めかなって思ってます。まあ普通ぐらいと思ってください。続いて虚構女児に関してです。こちらに関しては3万点以上は出せるようになっていました。虚構女児で読みを改めて使ってみたんですが、それなりに火力が出せれば高得点は出しやすいなと思います。高耐久の敵に対して一瞬で消せるっていうことができますからね。その点は非常に優れているかなと思います。また虚構女児においては必殺技の回転率が重要となっていましたので、ショッキーを入れて敵ターンでも残務を稼いだり、花火で行動順を上げるなどかなり工夫が必要かなと思います。この2人がいるかいないかで効率が大きく変わってましたので、結構大事なポイントかなと思います。そして最後末日です。こちらに関しては弱点があれば1200くらいは狙えるってとこですね。ダメージは出せるんですが、必殺技の頻度が足りない感じがあります。昇級がいて回転率がなんとか保てているっていうのはありますが、花火で行動順や SP 緩和をしないとかなり厳しく感じました。末日の後半を試してみたんですけど、いろんな編成を試してもやはり1200前後っていうところでしたね。どうしても効率というか必殺技の発動が遅れてしまってダメージが稼ぎづらいっていうのがありましたので、通知としてはこれくらいに収まったなっていうところです。ただクリアはできますんで標準ぐらいかなっていうところです。では弓のエンドコンテンツについてまとめていきたいと思います。弓に関してはクリアはできるのでまだまだ問題はないかなと思います。ただどうしても行動順や手数の面で他のアタッカーよりも劣るかなっていうふうに思いますね。そのあたりは仕方ないところかなと思います。なので今の最適を揃えておかないと今後の活躍としてはもっと厳しくなってくるかなという予想がされますので、弓をエンドコンテンツで使おうと思うのであれば最適は必ず揃えるようにしてください。それではせっかくなのでアタッカーの比較もしていきたいと思います。今回比較する2人としては飛翔と蛍ってとこですね。ではまず飛翔のいい部分っていうのを話していきたいと思います。飛翔に関しては手数と連携で必殺技の回転率が非常に高いっていうキャラになっています。まあ、編成相性が非常に良く、弓のように条件はあるんですが気にならない程度で回せるっていうとこですね。これが非常に扱いやすいポイントかなと思います。しかも行動順を追加攻撃でカバーできているので必殺技の回転率としては非常にいいんですよね。これがとても便利な部分となっています。ではこの部分を弓と比較した場合ですが、弓と違って味方との連携が飛翔にはありますので特殊型の必殺技ではあるんですが手軽さが違くなっています。弓に関してはどうしても敵とか味方のターン依存になっているんですよね。ですが飛翔の場合は攻撃に起因して追加攻撃発動というところになりますので連携できるところに大きな差があります。ただし攻撃の対象が単体と全体という違いがありますので数が多い場合は弓の方が安定しやすいのかなと思います。なので大きな違いとしては効率面は飛翔、敵の数の対応としては弓というところになります。そこが大きな違いかなというところですね。では続いて、ホタルと比較をしていきたいと思います。まず、ホタルのいいところですが、初動の立ち上がりから弱点表でのご利用しが強いっていうところです。ホタルに関しては、初動でスキルを発動すれば、すぐ必殺技が発動できますので、強化状態に入れます。この状態になれば、火力をすぐ出すこともできますので、扱いやすくなってるんですよね。さらに、火力源としては、超撃波となっていますので、ダメージは他のキャラよりも出しやすくなっています。環境的にもキャラが揃っていますので、運10万というダメージが出しやすくなってますね。サポートも多めでも戦いやすいっていうのも特徴の一つです。では、この点と弓の比較をしていきたいと思います。まず、弓に関してですが、ホタルのような速度アップがありません。なので、行動順においてはホタルよりも劣っています。しかも、ホタルに関しては強化攻撃で火力を出せるようになっていますので、弓よりも早い段階で安定して火力が出せるようになっています。弓とホタルを改めて比べてみると、ホタルの方が火力の安定と初動の立ち上がりが非常に早いため、短期決戦に持ち込みやすいっていうのが特徴となりますね。結構性能的にホタルよりか劣る部分が多いっていうのがありますので、比較をした時にはどうしても負ける部分が多いのかなと思います。まあ、こういったところを見てみると、弓を今の流行りのアタッカーと比べてみると、行動順とか手数、こういったところが足りないのかなと思いますね。ここに関する対策としては現状花火しかいませんので何かしら残務を獲得する方法で革命が起きれば大きな変化が起きるのかなと思います。
このあたりは編成に頼るところになりますので、難しい問題なのかなと思いますね。それでは今回の動画のまとめに行きたいと思います。まずはいい点からです。ユミのいい点としては、今でも十分な火力が出せるキャラというところですね。ユミに関しては自己バフが豊富ということと、編成でデバフを付与して戦うため、火力は未だに高水準で出しやすいというのが特徴となります。必殺技さえ発動できればダメージは出せるってところがありますからね。この点はいいところかなと思います。では問題点についても話していきたいと思います。問題点としては、回転率の限界を感じるっていうところですね。現環境では正気を入れて敵ターンをうまく利用するか、行動順を上げるしか対策がありません。そのため効率の面ではすでに限界を感じるかなというところですね。どうやっても花火とか昇級に依存しますので、必殺技の回転率は凸を上げたりとか、いろんなところに依存して限界を感じるなっていうところがあります。もう少し溜まったらなって思うことが多々ありましたね。では懸念点についてもちょっと話をしておきたいと思います。懸念点に関しては、編成の不足感を感じるってことですね。まあ、飛翔の編成とか蛍の編成を使っていると思うんですが、ユミに関してはまだまだパーツが揃っていない感じがします。その中でも必殺技の回転率の面で敵依存が非常に高いっていうところがあります。これが結構原因で回転率が下がっているようなところがあるんですよね。なので、より効率を上げれるような何かが欲しいっていうところです。連携が取れるキョムキャラが来ると、この辺りは革命が起きそうだなと思ってます。なので、パーツが何が来るかによって、ヨミはまた今後強さが変わってくるのかなと思います。ヨミの性能的な話としてはこんなところになるのかなと思います。ではせっかくなので、ガチャの話もしておきたいと思います。ではガチャに関して、1つ目、アタッカー不足なら引くのはありっていうキャラになっています。こちらに関しては、ホタルや飛翔編成がすでに揃っているなら、急いで引かなくてもいいのかなっていうところです。どうしてもその2組には勝てないっていうところが今ありますからね。ただし、雷アタッカーが欲しいっていう理由ならおすすめはできるってとこです。カフカとかケイゲンがアタッカーとしていますが、その2人がいない場合、雷アタッカーが不足していますので、そういった点では引くのはありってとこです。まあ個人的には持ってて全然いいキャラなのかなと思います。続いてガチャに関すること2つ目ですが、ガチャを引くのであれば、モチーフも視野に入れておきましょう。予備に関しては、モチーフで残務獲得効率が大きく変わるようになっています。なので、予備を引くのであれば、モチーフ公演数も確保ができるよう視野に入れておくといいかと思います。読みに関しては、モチーフとキャラはセットと思ってください。まあ、その他に変わる公演数があれば問題はないですが、使ってみると使い勝手の悪さがわかるのかなと思います。個人的にはモチーフは引いててよかったなと思いますね。そして最後、ガチャに関して注意点です。焦って引くのはダメっていうところですね。これに関してはよく考えてみてください。その理由に関してですが、次の予告番組でサンデーと限定低運が来るためです。その内容を見てから決めるのがありなのかなと思ってます。特に低運がキョムキャラとなっていますので、革命が起きる可能性があるんですよね。もしかしたら読み用のキョムキャラになる可能性もありますので、そこから読みのガチャを引いてモチーフを引くっていうことを計画するといいのかなと思います。場合によっては読みと相性が悪いキョムキャラの可能性もありますので、その点だけは注意が必要なのかなと思います。まあ、ガチャに関しては以上というところです。まあ、個人的にはね、雷アタッカー要因としては引くのはありかなというところですが、モチーフも視野に入れとかないといけないキャラとなっていますので、その点がちょっとね、ハードルが高いのかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。